松、こぼれたところシュート決まった。見事に小谷が嬉しい J リーグ初ゴールです。後半開始4分でした。狙っていました小谷、スタメン起用に応えます。鹿屋体育大学から入団3年目、結果が欲しかった小谷に嬉しい初ゴール、3点目が入ったギラバンツ北九州です。スローインから相手に当たったところ、小谷が狙って逃しませんでした。角度としては難しいところ、そしてうまくバウンドも合わせる形で小谷のシュートは決まっています。